皆さんこんにちは。これからクラッシュバンディクぶっ飛び三段盛り前回の続きをプレイしていきたいと思います。このグローバルファイルの破損って何なんだろう。はい、続きから。前回は、ステージ2つ分だけクリアして終わっていたと思います。あ、また嵐の城。この演出って毎回見なきゃいけないのかな。これね、これは確か緑ダイヤを取らなきゃいけなかったので、次登れクラッシュ。いや、前回ね1ステージ目で2回ぐらい死んじゃったから、ちょっと今回はねノーデス頑張っていきたいなって思ってはいるけど、果たしてできるか。ふぃーふぃーブルブルじゃー。ノーデスで行きたいなって言って1分も経たずに死んじゃったんだけど、まあね、落ち着いていくことが一番よね。これ落とさなきゃダメだよね。あ、わかるこれ。はい、38個。そんなに多くないね。なんで、ああそういうこと。あー、この縦に視界が揺れるの気持ち悪い。もしかしてこれ、くー、ダメか。あー、そんなそんなの聞いてないよ。ほい、はい、あ、ちょっと、よし。ちょっと、なんで上がってこなかったじゃん今。なんか当時よりも壊滅的にクラッシュが下手になってるかも。はい、これね。はいはい、こんな落ち着きも分かるのにさ。ぬるぬるゾーンかこれ。ほい、ちょっと何なのですよ。これまだ3ステージ目でこんなにさ苦戦してるってことはクリアできんのかし。あ、ちょ、危ない、心配。あ、許して。あ、はい、あ、
何だったんだろう。またあるよね。はい、はい、はいはいはい。プロじゃん。待って。調子乗った。はい。よし、ボーナスステージ。もうここでなんかいっぱい死んだ。こういうとこでね、走っちゃうとクラッシュってできないからね。はい、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 オッケー、あっ、オッケー。ある？ああもう、あ、ちょっと、あ、いった、危ない。気をつけるよ。はい。なんかこの奥行き感もちょっとこう見づらいし、なんだか。セーブして焦る。はい。7%。大岩ゴロゴロ。あれかな？なんか手前視点で、やっぱそうだよね。岩が転がってくるやつがあるのよ。
よし、いくぞ。トゥトゥク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 。結構ね、昔はこれ得意だったんだけどね、ちょっともう年を重ねて反射神経が悪くなってる気がする。危ない。ああ、来てる来てる。危ないよ。いけるよ。はい。はい。ああ、危ない。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 あ。おかしいな。まあ、過去の栄光を見せられてちゃダメよね。コントローラーを強く押しすぎてちょっと指が痛い。はい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 、はい、右ね右ね。はい、オッケー。はいはい、あ、左。あーでもこれもしかして頑張んなくても岩が箱壊してくれんのかな。次真ん中のとこ走ってみようかな。よし、行くぞ。ちょんちょくちょんちょくちょんちょく。あ、違うね。よし、真ん中行くぞ。はい、はい、ちょっと今度は真ん中行く。あ、壊してくれるっぽいな。オッケー。あ、あと2個。あ、危ない、油断した。リンゴが導いてくれてる。あー、ちょっと嘘つき。あー、間に合って間に合って、やばい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 。あー、でも箱は分かったから、リンゴに騙されちゃダメ。よし、これあんま無駄にジャンプしない方がいいのかな。超ジャンプ、これね、リンゴ騙されちゃダメよ、みんな。はい。はい。あ、ここジャンプ必要ないんだね。はい。はい。うっそ。あー、ちょっと。はい。はい。はい、リンゴの逆を行く。はい、はい、ジャンプしない、これ連続ね。はい、よし、はいはい。あった、ダイヤー、危ない、今お尻が。パーフェクト、ベベベー。はあ、ちょっともう、だって次魚に気をつけるでしょ。ちょっともう集中力が続かないんで、今日も2ステージぐらいで終わろうと思います。セーブして、はい。やっぱダイヤ取るとね、一気にパーセンテージ上がるね。今日はじゃあここで終わりたいと思います。皆さんご視聴ありがとうございました。次回の動画もぜひ見てください。